ば、しれっとピクシスの YouTube チャンネルが始動したね。まあ始める始めるずっと言ってたけど、まあなかなか始まらないから気にしていてくれた人もいたかもしれないね。これからも動画をしれっと上げていくから、みんなはしれっと再生してしれっとチャンネル登録しておいてね。ピッ、しれっとやってこ。ピッてね。ピッてやつも、ピッてやつも全然浸透しないまあ動画上げないといけないですね。まあ楽しくしれっと上げてるんでお見逃しなく、はい、じゃあしれっとミーティング始めよう。ピクシスの夜空の下でミーティング。皆さんこんばんは、ピクシスの豊田萌です。皆さんこんばんは、ピクシスの伊藤美久です。この番組は私たちピクシスが月曜から木曜までの4日間ビルの屋上という夜空の下で2人きりの秘密の会議をお届けしていきます。はい、ということでこの番組は毎日違った内容でお届けしていくのですが、火曜日はこちらのコーナー、レスキューミック。ミクさんの身の回りで起きている揉め事や炎上しそうになっている物事について募集し、ミクさんに解決案を提示して火消しを行ってもらいます。はいはい、まあ、2020年の問題は2020年のうちに火消しをしていきましょう。そうだね、いっぱいありそう。そうだよ、思い返したらみたいなのがね出てくるかもしれないから、はい、いろいろいただいてますんで早速紹介していきます。はいはい、ピクミンネーム星空のガーディアン皇帝さんから、ミクマシコマ、こんばんは。担任をしている私についている副担任の人は5歳年下の女性ですが、私より教育経験があります。うん、最近生徒の指導方法についてギクシャクしており、私は担任だから私の考えでいきたいものですが、相手の方が経験があるので尊重もしていきたい。そんな中途半端な状態が続いています。こんな私をレスキューしてください。それではまた。いや重いよちゃんとし、なんかガチじゃん副担任。こんな、わかんないよ私にはこんな難しいよ、わかんないよ。じゃあ生徒の気持ちになろう。あ、逆にね、このクラスの、うん、で、生徒的には気づくんだよ、なんか担任がギクシャクしてんなって、担任と副担任なんかあったな、うん、ってやつ。付き合ってんのか、そう、別れたかみたいな思ってるよ生徒は。ねえ、なんかそういう考えができる若い子って本当に幸せだよね先生たち別れたんじゃないって、もっと重いことで悩んどるんじゃ大人は。みんな若い諸君悩んでる、大人もこれだもんね、もっとこうなんかギクシャク、そう、指導方法でね、みんなのためにギクシャクしてるのよ。なるほど、じゃあちょっとこれに対してミクさん火消しいける。え、なんだっけえっと年下だから生きづらいってことか。うん、ちょっと違うあ、まあまあ向こうの方が年下なんだけど経験があるから、でも担任だから上だから気まずいなみたいな。うん、分かった。 OK OK、 ではミキさん引き消しをお願いします。一旦これでやらせてってお願いしてみる。レスキュー完了。お願い、お願い、一回だけ、お願い、一回やって一回俺のこの考えのやつ、一回やらせ。あれ、あれ、お願い、あれ、おかしいな。お願い、一回だけ、一回だけ単純に最低な男みたいになっちゃった。違う、一回だけ。最低な男みたいになっちゃった。俺のプランで行かせてくれっていうことよ俺の教育のプランで行かせてくれってお願いして。でも女性だから、日本語は、ね、女性だから一旦一旦とやってくれ。じゃあ一旦次行こう、うん、なんかちゃんと引き消しできると思ったんだけど解決できて、ラジオネームすみのりさん。ラジオに投稿している人のあるあるだと思うのですが、全く交流がないのにもかかわらず他のメール職人さんにツイッターをブロックされていますその人のメールが採用されていると少しモヤモヤしますこんな時どうしたらいいんでしょうか。レスキューミックお願いします。何あるあるなんだ。ギクシャク。でもなんかちょっとリアルだな、リアルじゃない、ちょっと怖いね。ライバルだからちょっと僕とは意見が合わないみたいな。はがき職人的にはプライドがね、うん、あるのかな勝手にブロックされてるって一番ムカつくよね。ね、関わりないないのにブロックされて、うん、でしかもこうね、うん、お便り読まれて、うん、クソみたいな。
あのツイッターでさ、ナイナイさんにブロックされていましてとストレートに出るあの画面マジでムカつくなんそんなストレートに言わなくてもいいのに ね、もうちょっとある。あれとさ、誰々さんが LINE のグループを退会させましたのさ、表示方法ほんと変えてくんないかな本当にさせましたっていうのが良くないですよね。退会させました、あれ何ピリってなる、ピリってもうちょっと まろやかに ねしてくれたらいいのにね、ツイッターの問題はね、でも確かにね、結構 SNS 系は問題が発生しやすいところでありますから、うん、そうだね、はい、わかりました。ではミクさん、火消しをお願いします。一旦ツイッターやめてみよレスキュー完了今日は一旦シリーズでいこう。今日は一旦シリーズで、もうやめちゃう、一旦やめて、もうさらっとしてもう自分の好きなことに集中する。いやでもそれはそう、 SNS は一回離れるの大事、うん、一回離れてみよう、大事、まだいける。はい、ラジオネーム日旦子ブーストさんから、みくまし、こんばんは。こんばんは。バイト先の後輩さんの仕事が雑すぎて本当に困っています。その方は深夜、僕は早朝なのでシフトを引き継ぐことがよくあるのですが、うん、品出しはぐちゃぐちゃで賞味期限の確認も終わっていない、仕事のチェック表も無記入で何が終わったのかもわからないといったところが毎回のように続いています、本当は注意した方がいいのかもしれませんが、僕は怒るのが苦手なので何も言えません。一体どうしたらいいでしょうか。いい人ね、怒れないっていうね。でもまあわからなくもないよね、どう怒ったらいいのか、傷つけないでいけるかみたいな、ね、コンビニとかかな、スーパーとかコンビニとか ね品出しとかそういうのだと結構ね、うん、そういうのがめちゃめちゃ困るね。賞味期限の確認も終わってないとか、ね、確認終わってない、だって全部さ、そのね、後から来た子が、ね、その子がやんないといけなくなっちゃうってことでしょ。だって時給は多分一緒だよ、わかんないけどいやそれしんどいな、うん、あ深夜の方がむしろ高いかもしれないのか。なんて怒ればいいんだろうな。怒り方だよね、アドバイスとしては。代わりに怒ってあげよう代わりに、代わりにじゃあ萌さんが怒ってもらっていいですかレスキュー放棄レスキュー放棄嘘でしょ。この件に関してはレスキュー放棄じゃあ、あまあでもそうですね、うん、じゃあ一応ミクさん火消しをお願いしてもいいですか。はい、チクロ店長にレスキュー完了一旦 ね店長がどうにかしてくれる。確かに、そうこそっとね、そこ見たんですけど、苦労も買う必要はないね。そうそう、そんなに怒らなくていいよ。確かに、店長に任せよ、報告しよう、うん、はい、終わり、終わった。ということで、こんな感じで解決してほしい揉め事や炎上を仕掛けている案件に関するメールを募集します。以上、レスキューミックでした。ミクシスの夜空の下でミーティング、夜空の下でミーティングをするエンディングの時間です。番組ではリスナーの皆さんから私たち宛てのメッセージ、そして各コーナー宛てのお便りをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で pixis_rf@joqr.net pixis_rf@joqr.net pixis の綴りは pyxis です。はい、ということで第362回目の放送いかがでしたでしょうか。なんか、うん、ちょっと今回は、うん、うまいことをできたかなって思ってるんだけど、引き消しを。そうでもないよそうでもない、うん、なんかいつもは、いつもよりはこうちゃんと、うん、一旦引き消しは、そうでもまた今日は一旦引き消したから、火種は消せてない、消し切ってないよ一旦だったからね、一旦だから長い、持ち越しだね、来年持ち越しか、やっぱり一旦ね、うん、でもまあ大丈夫よ、どうにかなる人生。そうなんだよね、うん、どうにかなる、大丈夫だよ、頑張れ、2021年も頑張ろう、頑張りましょう。さあ終わりです。今夜はこの辺でお別れです、はい、ここまでのお相手はピクシスの豊田舞とピクシスの伊藤美久でした。また明日この屋上で会おうね、バイバーイ。